はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。早速ですね、マルチのいい感じのパーティーが見つかったようです。まあ、僕もね、いいパーティーできたんで紹介します。その名も天狗ポチポチパーティー。これですね、超地獄級の天狗が明日まで開催されてるんですけども、リンシアのバランスタイプとマルチブーストを使うことによって1回がねポチポチで抜けるようになったんですよ。これは革命的。そして見てください、この赤おでん以外の非属性の、しかも女子力が高いっていう素晴らしいパーティーです。はい、まあ行ってみた方が早いんですけど、リンシアとアルテミスに恨みの一撃がついております。でガイアは受ける用、ガイアは電光石火を受ける用なんで、まあ、電光石火耐えれれば誰でもいいです。さあ、サブアカのビオランテ君を呼んで、フレンドというか相方さんはゴエモンに、もう天狗4体とかでいいです。全部天狗とかでいいです。とりあえずスキブの暴力で大丈夫です。覚醒してればいいんで、こうレベルもスキルマン、レベルもスキルもね、ガバガバで大丈夫でございます。はい、ということでいきましょう。右からポチポチしていく感じですね。ゴエモン打って恨みの一撃強いんですよね。これ 2.25 倍なのかな、マルチブーストとバランス強化で。でここ回復しすぎると恨みの一撃の威力下がるんで、そこだけは気をつけてください。 HP6 万ありますので、だいぶよほどのことがない限りは大丈夫だと思います。 30% 回復とかしなければ。はい、ということでお疲れ様でした。早い、もう終わっちゃった。これで同時にね、スタミナ半分かつ同時に天狗が上げれるという美味しいシステムになっておりますので、ぜひぜひ有効活用してやってください。片方が作ればね、相方さんはもうパーティーゴエモンさえいれば、その降臨モンスターのゴエモンさえいればっていう感じなんで、ぜひゴエモンはね皆さん作っておくことをおすすめします。そして恨みの一撃もね、恨みの一撃も特にスキル上げる必要はありませんが、まあ20ターンぐらいがいいかな。でアルテミスのとこはペルセウスとかでもいいので、まだまだ代用は効くと思います。まあバランスならいいんでね、別にアルテミスだろうが非属性でもいいんですよ。だからカーンウとかでもいいし、パールとかでも大丈夫そうですね。シンドバッドとか良さそうですね。ソニアとかちょっと重いんであんまりよろしくないと思いますが、まあ僕がねただ貴属性にこだわってるってだけで、まあそれでも貴属性でこんだけまあ早くて見た目のいいパーティー組めたんで、紹介という動画でございました。でちなみにここバーサーカーでも大丈夫です。ただ火力がちょっと下がるので、フレンドさんのゴエモンがレベル魔とか、まあ僕はまだ40なんですけど、ビオランテ君がまあ赤おでにプラス振ったりすればね大丈夫だと思います。まあ僕みたいな人じゃない限りは赤おでにプラス振ってると思うん で、あとリンシアだけは代用効かないと思うので、バランスでマルチブーストはリンシアしかいないはずなんで、まあリンシアかな、キーポイントは。これでバランスにしてやっぱいないよね。はい、ということでぜひ組める方はあと1日ではありますが、まあ多分普通のね地獄級の天狗にも応用効くと思いますので試してみてください。以上、天狗ポチポチパーティーでございました。バイバイ。